誰か言っつう。あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドープラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダブラ、どっち、でっけ王か。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。やっぱし僕の計算通り、ヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海洋神と一緒に。海洋神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海洋神はお掃除しないでね。海洋神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。はっ、さてやるか。キリト、くそ。なわっ、あ、うわっ、しまった。触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。ピッコロさんを助けなきゃ。てめえだ、変やだな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。
あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな、俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビリー様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。よし、行くぞ。じゃんけんぽん。あいこでしょ。お、ちゅ。よし、まずは俺からだ。一人で戦う気なのですか。当然だ、あんなやつ一人で十分だろ。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された玉に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。何が起こったの。どこ、ここ。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした。さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。スナイプシュート。スナイプシュート。バビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、額に穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。またさっきと同じような部屋じゃねえか。お？シャー！
しゃー、なんだかとろそうなやつだな。あれはもしかしてヤコン、魔獣ヤコンでは。勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッグホッ、どいつから食ってやろうかな。オラがおめえの相手だ。まず一撃。What?
この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。ただものじゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉を奴らのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。ダーブラ、ヒアコンを倒しここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。フン、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。フン、無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこい、貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？舐めるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパよーし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。Ah!
にさっきの奴らとは違うみたいだ。あのような者たちと比べられては困る。あいつ思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。ん？ゴハンが激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん。あ、ゴテン君、なんでこんなところに。うん、トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ。ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん、魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。あ、面白そう。なえ、あっちだよね。ちょっとあんたたち、まさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、マジブってやつ見たい。ゴー、ヤッホー。嘘。その頃、ゴハンとダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞ、ベジータ。やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早くケリをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビディ様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げるのかお前。逃げる違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって。どういうことなの、ダーブラ。
奴らの中の一匹にとても強い邪心を持った者がいたのです。あれほどの邪心があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって。見つかった、見つかったジュンはどういうことだ。使わせてもらうぞ貴様を。やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバミリーに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。うるせえ。ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんな奴に操られないで。